ピーをお届けさせていただく曲となっております。皆さんにちょっとお手伝いをいただきたいんですが、大きな声でクーマーモン、小さな声でクーマーモン、元気な声でクーマーモンと、ありがとうございます。お名前を呼んでいただく曲となっております。そしてもう一つ、クマモンタッチというのが、クマモンタッチ、くじくじ、くまモンタッチ、おなかおなか、こんな感じでですね、くまモンの体のいろんなところをタッチしていくので、皆さんもくまモンと一緒に体のいろんなところをタッチしていただくというふうな体操になっております。よろしいでしょうか。じゃあどちらがいいのかね、どっちがいいかな、皆さんちょっと考えてくださいね。どっちがいいですかね、ハッピークマモンかクマモンタッチね、どっちがいいかな、ハッピークマモン or クマモンタッチ、さあ Which do you like? 聞いてみましょうかね。それじゃあ拍手でお願いしますね。まずハッピークマモンがいいよという方、拍手。覚えたね、クマモン。 OK、 ありがとうございます。じゃあ続いてくまモンタッチがいいよという方、拍手。イエーイ。ああ、はい、もう決まりですかね、くまモン。おっしゃー。じゃあですね、ハッピーくまモンを皆さんにお届けしたいと思います。イエーイ。なんだそれは、ね、体の運動はね、はい、よかでしょうかね。じゃあ皆さんちょっとお名前を呼ぶ練習していきたいと思います。いきますよ。大きな声でうまもん、小さな声でうまもん、元気な声でうまもん。どうやんですか、くまもん。 OK、 ありがとうございます。そしてもう一箇所でできます。今度はですね、くまもんのお名前をくまもんと伸ばして呼んでいただくところなんですけれども、なんでくまもん歌えて、歌わないよ。お姉さんちょっと歌唱力に問題が。歌えよ。待ってます待ってます。みんな。いきますよ。みんなで一緒に。頑張って歌ってるんだけどね。こういうところも出てきます。